ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第22回目はこちら。ビビ君、今日は潜入ビビ君ということで、なごみクラブハウスに来ております。じゃあ早速潜入しましょうかね、ビビ君。なになに、ちょっと待ってと。ビビ君、何やら準備しに行ってしまいましたよ。ビビ君、マスクの下にもじゃもじゃがついてますよ。そのもじゃもじゃはまさか。あれ、徳重選手。あ、ビビ君だ。ビビ君、それは徳重選手の真似ですか？ビビ君、すっかり徳重選手かと思いました。ビビ君、ハロウィンの時に準備してたやつだね、それは。そうなんです。今年のハロウィンは徳重選手に仮装しようと密かに準備していたビビ君。しかし決裁がもらえずに、改めて潜入ビビ君で披露したいと直談判をしに行ったんです。徳重選手のひげカメラ持ってる承認してほしいの、決裁欲しいの、犯行犯行ちょっと犯行今ないから私は犯行禁止の文化にするから、じゃあ決裁します。やりましたね、ビビ君。ということで、おー、待望のビビ君、徳重選手のおひげに潜入を今日するんですね。きっとファンの皆さんも気になってるところですよね。では早速徳重選手に会いに行きましょう。本当は徳重選手の仮装をしたいと言っておひげを作っていたんですが、なかなかお披露目する場がなくて、今日まで徳重選手にね、一番に見てほしいって言って今日を迎え温めてきました。ということで、皆さんも気になっている徳重選手のおひげについていろいろ聞いちゃいましょう。開幕の時はね、おひげがまだなくて、中断期間明けてからおひげが、どうだったんですか？その時はですね、東則武さんの展示会があったんですが、あの時にちょっとひげ生やしてきたなっていう、まあそういう軽いノリでやってみましょうかっていうのがスタートです。一応こう髪の毛を洗った流れでそのまんま、そのまんま洗って、はい、でまあ、髪の毛はシャンプーだけでこっちはちょっとコンディショナーつけたり。結構選手でもひげいいですねって言って生やしてみますって言ってくれた選手もいるんですけど、なかなかここまで生えない途中でやめましたみたいな。今ユースの阿部ちゃんって言うんですけど、はい、阿部ちゃんが生やしたいって言って、だから今度阿部ちゃんにおもちゃのひげのやつ、はい、あれ
れるんですよ、だから一緒に写真を撮るっていうやつをしてるんですよ。じゃあその時ビビ君も一緒に、ビビ君も一緒に、はい、3人でおひげ撮影しましょうね。ここでビビ君から徳重選手へサプライズがあるんです。僕の大好きな徳重選手のおひげが、はい、てんてんてん、じゃん、グッズになります。おぉすごい、やったーって書いてる。気になる徳重選手のグッズとは？マジで？めちゃくちゃかっこいいじゃん。詳細は番組の後半で。続いては徳重選手のグッズも販売されるビファーレンのグッズショップ、ビファーレンポート浦上店に潜入します。ビビ君、今日はグッズ店舗に遊びに来ました。ビビ君、手に何持ってんの？クリスマスっぽい何かを持って。内緒ね。早速じゃあ店舗行ってみて、ぜひ見ててください。ビビ君が持ってきたものも気になりますが、コロナ対策もきちんとして中へ入りましょうかね。はい、大丈夫です。ご来店ありがとうございます。ビビ君、早速アマビエビビ君が出迎えてくれました。ハロウィンで仮装したアマビエビビ君の衣装が展示されています。皆さんもぜひ一緒に写真撮ってくださいね。店内にはたくさんのグッズが販売。ぜひたくさん買ってスタジアムをビファーレンカラーにして応援しましょう。そういえばビビ君、何かを持ってきたんですよね。ビビ君、そうだ、さっき見せてくれたそれ。あー、かわいい。リースですね。うん、いっぱい書いてきたの。あ、サンタさん。ビビ君、かわいい。ビビ君が皆様に喜んでもらえるようにと、クリスマスを題材にイラストを描きました。背番号と同じ12枚制作、その中でも自信の1枚を教えてもらいました。うん、ゆびくん、サンタさん来るかな。すごいいっぱい靴下置いてるよ、ゆびくん。12個。ああ、靴下12個。ちょっと写してもらって。12番だから靴下も12個。どの靴下に入れてくれるんだろう。全部は入れてくれないよ。これが自信作ということで、皆さんに見に来てほしいね。ビビ君、浦上店と長崎空港店にイラストを展示します。ちょっと早いですが、クリスマス気分を味わいに来てくださいね。ビビ君、その後はユニフォームの背番号圧着貼りも体験。オリジナルデザインのユニフォームが完成。上手にできましたね。じゃん、できました。ここからは徳重選手のグッズの詳細が明らかに。ビビ君も大興奮です。ビビ君もまだ見てなくて、一緒に徳重選手と見たいということで、今日は現物を持ってきております。気になる中身は？渋いマジで？めちゃくちゃかっこいいじゃん。ビビ君も見たいって。見えた？すごいね、これ重選手の徳ひげ様。こちらがサッカージャンキーのデザインなどを手掛ける人気のイラストレータージェリー氏とのコラボグッズ、徳ひげ様 T シャツ。キーパーだけにパンチが効いてますね。ファンの間で徳ひげ様と呼ばれているそうで、それをグッズ担当が、これはいい。
T シャツがこの潜入ビビ君とともにお知らせ発表ということで、はい、11月28日から発売開始ということですので、これはいいな、嬉しいな、一緒だからね。ビビ君も欲しくなっちゃいましたね。とそこへあの選手が、畑選手も憧れに近づけるようにおひげ伸ばしてくださいね。人気デザイナージェリー氏とコラボ、ビファーレン長崎2020年シーズンの8大ニュースがグッズになります。昇竜タオマフは好評発売中。徳ひげ様 T シャツは今週土曜日の発売です。ぜひゲットしてくださいね。今後のラインナップにもご期待ください。潜入して思ったこと、僕のおひげ、やっと皆さんにお披露目できました。でもやっぱり徳重選手のおひげの方がかっこよかったな。徳重選手とっても優しくて、撮影はとっても楽しかったです。残りの試合も頑張って応援するぞ。おー、ビビー君。